皆様こんにちは、政治ンタティメントニュースに関するャネルでございます。これから本日韓現代デジタル写真拡大上下村の芸能界ぶっちゃけトーク、牧原紀之を2度目の薬物逮捕に追い込んだドロドロの愛憎劇。 覚醒剤所持などの疑いで逮捕されたシンガー、ソングライターの牧原則り容疑者、50、には、それ以前と変わりなく、売れたのだった。その時、僕はせめて記者会見を行って、反省の弁を述べるべきだと思ったが、それは行われなかった。一年でのアルバム発売は、制作期間を考えると、ほとんど活動しない期間はなかったと言ってもいい。しかも、 パートナー男性が2年前に覚醒剤で逮捕された、事務所として、元社長は個人的に薬物を使用したもので、牧原にも事務所関係者にも関連はないと平然とコメントしていた。僕、薬物を断固拒否するため社長を解任したのだと思っていたが、今回の逮捕でそうではなかった可能性がある。実際、元社長とのパートナー解消は、愛せないという、 新たなパートナーができたためだったと伝えられる。考えてみれば、牧原にとって芸能界は甘いところだった。あの時、囚人監視の下で頭を言い方は悪いが、晒し者になったという屈辱を感じてくれていたら、あの女優にもそんな危険はないだろうか。牧原のり容疑者を逮捕をもっとくは本当に失望させられた。1999年12月、 やはり覚醒剤取締法違反で執行猶予付きの判決だった。そしてその後、芸能活動を再開し、復活をとよく芸能界は甘いと批判される。特に薬物からの復帰では戻った時に必ず早すぎるのではないかという議論が直近では執行猶予中のピエールだけが役者として映画で復帰することが伝えられ、僕はそれを悪いことではないと主張してきた。 そもそも執行猶予判決を受けている人、何らかの仕事をして飯を食っていく必要がある。芸能人も同じで芸能界の仕事に戻るのは特段問題ないと考える。もちろん犯罪に対する深い反省があることが、牧原の構成を期するなら薬物絡みの交友を断ち切るとともに生活基盤の整備も重要になる。国際的な麻薬依存事情団体。 ナルコティクスアノニマスナのプログラムでも仕事を持つことが重視されている。隔離するのではなく一般の人と同じ環境で働くことで健全な生活を取り戻すという発想だろう。だがしかし、牧原については苦言を九99年に一緒に逮捕された元事務所社長の男性と20年以上の同居生活を続けていた。 執行猶予3年の判決の後、約1年でアルバムを発売し、